はい、皆さんこんにちは、ヒロンガです。というわけで今回はですね、超低レベルクリア第7弾ということでバーレル火山の方を攻略していきたいと思います。今回のバーレル火山ではボス2匹だけではなくて、道中にも低レベルクリアにとってとても邪魔な難所がありました。くれぐれにもスターには気をつけよう。そしてもう一つの厄介なところ、それはジダンダでございます。こちらのジダンダはなんと羊の衝動では倒すことができません。何度か挑戦したんですけど、どうしても胴体は羊になっても顔だけが残ってしまう。諦めずに何度か羊の衝動を使ったんですけど、とても羊にはなりません。倒してしまうと経験値が手に入ってしまいます。そしてさらに倒せなきゃ倒せないで通れません。そしてボスではないのでセーブポイントもありません。なんて困った敵なんでしょう。どうしようもないのでラッキーハンマーとジャンプで倒していきます。はい、それではいくつかの難所とヒノピオを消えてボスバトルの準備になります。今回はですね、マリオのジャンプが有効ということでパタパタ勲章をつけています。クッパ、はい、耐えられてアイテムが使えたらラッキーぐらいですね。そしてですね、ピーチの方に肥満パタコーラとセーフティーリンゴをダブル付けしたということで、耐えると回復の役に回っていただきたいと思います。はい、それではカイザードラゴン前半ということですね。カイザードラゴンに関しては HP が1400で、結構なかなかねバブルを守ってるせいか強いんですけれど、まあ、マリオのジャンプが有効ということで、マリオのジャンプを基本的にダメージを与えていきます。もし速攻で倒したいぜっていう方は、ぜひぜひ氷玉とマロの雪やコンコンを連打してください。そしてカイザードラゴンは無属性の全体攻撃、水蒸気爆発、岩石ガラガラなどを使ってくるので、ピーチしか生き残らないパターンが多いです。セーフティーリングをクッパにつければ生き残る可能性も高かったのにと後で公開していますが、とにかくカイザードラゴンをどんどんボンボン撃破していきます。余談ですが、カイザードラゴンの何考えてるのを使うと燃えています。まさに今燃えています。どうでしょうと出てきます。そして確実にダメージを与えるだけの火山弾 HP10、 こちらの火山弾の気持ちを調べてみると、燃えています、私ただの岩ですっていうことで、マリオたちにぶつかって爆発させられるっていう運命をわからないままに知って言ってるんでしょうか。岩でした。そしてこちら1400のダメージを与えて、やっとカイザードラゴンを倒したと思ったら、ここからドラゴンゾンビの復活でございます。しかも HP は1800と一見強そうで、攻撃力も190とむちゃくちゃ強いんですが、なんとなんと弱点がジャンプということで、僕の今のこのデータでは最高の状態のコンディションで戦うことができます。こちらは弱点がバレた苦痛の叫びなのでしょうか。ちなみにこちらはドラゴンゾンビということで、ゾンビとのいう名前がついていますので、聖水が効きます。しかし即死はできずに130ダメージを与えることができます。マロの何を考えてるのを使うと、ドラゴンゾンビは口調が変わっており、まだだ、まだ死んじゃいねえよオイラはというセリフに変わっています。おやすみなさーい。幸先よくクリアをしたところで、次に同じ装備のままオノレンジャーの方に行きたいと思います。
はい、オノレンジャー戦になります。なんと相手は5体ということで全体攻撃が使えないこちらの低レベルメンバーではかなり厳しくなっております。今回の攻略では全体魔法を使ってくるグリーンから狙ってみました。17回を繰り返しているうちに HP が400のピンクから狙ってみたりとか、イエローがジャンプが弱点なので先に倒してみたりってことをいろいろ行動した結果、グリーンを先に狙ってみました。しかしピンクの回復がグリーンに行ってしまうとマリオ以外のジャンプのダメージが与えられないということで、かなり苦戦を強いられてしまったためピンクに変更いたしました。何よりも今回は相手が5体ということで手数が多すぎて、なかなか復活トリンクでもうまくダメージを与えることができなかったので、とにかくオノレンジャーの数を減らしていくっていうのをメインで頑張っていく必要があるなと感じました。ピンクさえいなくなれば回復を使われることはまずないので、着々とダメージを与えていく、そして復活ドリンクがなくなる前に倒すってことを願いながら戦ってきました。装備を付け替えるのを忘れていたのですが、ぜひセーフリングはクッパにつけた方がもっと戦いやすいんじゃないかなと思います。グリーンを倒したことでマリオの死ぬ確率が減ったということで、どんどん進めていきたいと思います。魔法防御が低くてジャンプが弱点なイエローはなんと513ダメージということで確実に仕留めていきます。あとは2回攻撃のブラックとレッドだけということで、ここまで来ればもう安心です。味方を失ったオノレンジャーレッド、ここまで来ればもう簡単でございます。マリオがジャンプを着実にダメージを与えていって終わらせましょう。こういう経験はないでしょうか。オノレンジャーをやっと倒した、 HP ギリギリだったと思ったらいきなり食らうジャスティスブレイク。正直今回の低レベルクリアでは確実に復活ドリンクの使いすぎで、このままではジャスティスブレイクに耐えられながらもですね、オノフォースを撃破するのは難しいと感じてしまったので、すいませんがここはコンペイトを使わせていただきます。17回挑戦したんで辛かったんです、ごめんなさい。次回のクッパ城の方もお楽しみください。というわけでやっていきましょう。モテるアイテム復活ドリンクが多ければなんとかジャンプで勝てたんですが、すいませんでした。しかしコンペイトの効果は強く、むしろオノレンジャーでコンペイトを使ったらもっと撃破簡単だったんじゃないかっていうところなんですけど、こちらの方は頑張らせていただきました。というわけでオノフォース撃破でございます。はい、それではバーレル火山低レベルクリア編ということで、最後までご視聴の方ありがとうございました。次回はクッパ城ということでですね、低レベルクリアをね目指したことによりですね、ものすごい果てしなく困難と難勝の繰り返しでございました。というわけでね、かなり時間がかかってしまうので前編後編に分けてクッパ城攻略の方をしていきたいと思います。ぜひぜひ次回も皆さん楽しんでいただけますように頑張りますので、よろしくお願いいたします。というわけで6個目のスターピースゲットでございます。はい、それでは最後までご視聴の方ありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。またねー。